はい、皆さんこんばんは、ワドです。今日は2018年2月の7日0時14分です。よろしくお願いします。狐枠なんでね、好きにコメント書いてください。よろしく。はい、1ゲットおめでとう。はい、2号さんごめんなさい、2ゲットです。2、3号さん、2、4号さんも2、ずれてるずれてる。ずれてるよ、みんな。1ゲットするとね、幸運になれるんで、皆さん頑張ってゲットしてください。1ゲットはね、めでたいことですから。あー、疲れたなー。しかしまあ疲れたなー、今日は。ツイッターで紹介してた和合さんって人は何者ですか？知らない。なんかフォローされてたから、たまたまカチッとクリックしたら、なんか宗教がどうのこうのって書いてあったから、ほうと思って。ほら、俺宗教大好きでしょ？宗教枠好きだから、だから見てみたらめちゃくちゃなこと言ってるから論破してえなと思って。神回見終わってきました、ワドズ。ああ、おっさん劇場見たの。面白かったでしょ？はい、どうもどうも。7号さんいらっしゃい。あれはね、凸かけてきてほしいよね、ちょっとね。なんか死後の世界とか語ってて。あれは何者なんだろうね、和合っていう人は。なんか全然論理体系がめちゃくちゃな気がするんだけど。対談したいですね。なんか言ってることめちゃくちゃな気がする。なんかどっかの宗教団体の副代表かなんかやってんだよね、和合さんっていう人は。あ、フォロー外されてるわ。なんだ。フォロー外されてる。逃げたね。フォロー外されてる。あ、喘息出ちゃった？和道の名前別に使われてないよ。逃げたね。和合っていう人逃げたね。ツイッターフォロー外されてるわ。尻尾巻いて逃げたね。まあ俺に宗教で勝てるわけないじゃん。俺に宗教で勝てるわけないもん、絶対。そんな無理でしょ。ガチ勢だから、宗教に関しては。あ、もう、あ、偽物だよ、あんな。あれ、ツイッター自体消えてるな。なんだろう。リツイートが消えてる。完全に尻尾巻いて逃げてんじゃん。だったら YouTube なんかやるなよな。俺の宗教の話はね、宗教嫌いから、宗教を論破してやろうっていうかね、宗教家をからかってやろうと思って、宗教家をからかうためには、宗教家より宗教詳しくないといけないっていうね、俺の性格の悪さから来てるからね。そう。だからね、下手なね、宗教家とかが知らないね、後ろめたい話とかがいっぱい出てくる。都合の悪い話が。だからね、その辺の信者クラスだったらね、全然論破できる。まあ、ちゃんと勉強してる人にはね、あれかもしんないけど。お坊さんとか、ちゃんと勉強してるお坊さんとか、ちゃんと勉強してるクリスチャンとかだとね、香ばしい話になると思うけど。宗教騙されたらダメだよ、みんな。宗教は騙されたらダメ。いや、俺も笑ったよ、あんなの。まさかね、敵が増えたと思ったらバックアップしてくれるんだもん。ひまっちさん。擁護派かよ、とか思って。あの流れは絶対火星に来るべきじゃん。おっさんの。最高花火何発来たことあります？いちいち。一枠だったら120発と大花火20発だから、まあ、150発近くだよね。あれずるいよね。あれずるいよね。でもね、和道リスナーは絶対あの配信好みだろうなと思って、久々手応えあったよ。久々手応えあった。あれ生すごかったよ。もう超笑ってたもん。コメント欄見たらわかるけど。超盛り上がってたよ。和道のハイロンパって聞きたいから言ってみて。俺ハイロンパって言わない。
クソダセーと思ってる。俺まずね、論破とか言い出すやつってね、まず論を張れてないし、論を破ることもできてないと思ってるから、俺にね、論破、俺が論破されてるところなんか見たことないでしょ。あのね、喧嘩凸を俺に売るとか無理だよ。ニコ生で喧嘩凸最盛期に、あの数々の有名な大手喧嘩生の人たちがボロボロに論破されて恥かいていったから。違うんだよ、もともと俺が有名になる一番最初のきっかけっていうのが、喧嘩凸者っていうジャンルを知らなくて、なんか論破論破って言うらしいよって、君頭いいからちょっと論破してきてって言われて、でなんか一人をなんかからかいに行ったの。言ってることめちゃめちゃだなお前って、頭大丈夫かっつって、中卒になんで負けてんだよっつって、もうなんか向こうのリスナーが引くぐらいボロボロにしてやったの。そしたらなんか和道っていう喧嘩凸者がいるって言われて、俺喧嘩凸者じゃないよ、雑談だよって言ってんのにどんどんかかってくるようになって、そう、それがきっかけだったんだよね。まあ、頭の悪い配信者に論破されることなんかないよ、うん、ないよ。無理だと思います。僕のことを論破した、論破されたこと見たことないでしょ。無理だよ、言論で俺に勝つのは無理だよ。学会は人の宗教を否定するけど、 YouTube に池田大作は日本の信仰には自由がありますからと言ってたのは笑えた。もうだからそういうのも分かんないぐらい、判断できないぐらいバカなんでしょ、うん。12号さんいらっしゃい。ふーんでとか懐かしいね、うん、ふーんでとか言ってたよね、頭悪いやつが。でじゃねえよ、話聞けよバカって話だよ、うん、でじゃねえよ、雑談やってんだったら話せよって話だよ。学歴に執着するやつほど喧嘩凸弱くない？いや、あの学歴は関係ないね、頭の回転だね。別に学歴高い人でも、あの頭いい人は頭いいよ。ていうかね、その学歴とあんま関係ないんだよ、その喋るディベート能力って、うん、だから独自のその話術みたいなのが必要だから。一番喧嘩凸強かったのは、俺のことを一人だけ論破したやつがいたね。若い子なんだけど、言霊霊園っていうやつだね。白玉霊園だ、白玉霊園。そいつはすっげえ頭の回転早くて、もう見事に論破されていったね。そうそう、香ばしい人が好きなんだよね、香ばしい人間が大好きよ。いや、残ってない残ってない、生放送だから残ってない、だいぶ昔、初期の初期だから、俺が売れる前の話だもん。俺も前ニコ生の主に喧嘩凸行ったら、学歴聞かれたから中卒って言ったらすげえバカにされた。そこでカウンターをどうやって出すかだよね、うん、そこでカウンターをどうやって出すかじゃん。ジンギスカンと話したこと一回もないね俺、にわかだよにわか。ジンギスカンに論破されてたのと、俺ジンギスカンとあの LINE もスカイプも交換してないし、一回も絡みねえわ、うん、俺中卒だよ、うん、白玉低い声で諭すやつ、そう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 、諭すやつ、低い声でイケボのやつね。そいつなんか高学歴自慢してきたから、今何してんのって聞いたら生ポだった。それ誰だか分かるな。それ法政大学じゃなかった、その相手。そいつ法政でしょ多分。それ誰だか分かるな、
仕事お疲れ。うん、なあそれは誰だか分かったな高学歴自慢してきて生ぼのやつって一人しかいないでしょ。法律学科、法制の法律学科って言ってた。誰だか分かっちゃった、いや言わない、 NG ワードだから。なるほどね。メガホンありがとう。メガホン50個ありがとう。真似できますか？誰の？あ、そいつのモノマネ。そいつのモノマネどころじゃなくて、俺そいつと裁判沙汰になってるから無理。お互いもう今後二度と名前出さない、関わらないっていう誓約書書いてるぐらいだから。ガチ裁判やってるから。向こうは刑事で逮捕させて前科つけてあげたけど、民事はこっちの和解で勝ち取ってるから。はい、ありがとう。ハード花火ありがとう。風船50個ありがとう。メガホン50個ありがとう。うん、分かった誰だか。おー、ありがとうございます。どうもどうも。あ、コンボでありがとう。うなちゃんマンのモノマネ、うなちゃんマンのモノマネ、さんまのモノマネなんかしなくていいんだよ。銀杯朝比奈に振られたって言ってた。おー、そうなんだ。朝比奈は何なんだろう。朝比奈金杯さんのこと好きじゃないのかな。意外だよね、みんな金杯さんにベタボレするパターンが多いのに、朝比奈結構強気だよね。金杯さんの前で暗黒放送のさ話するとかさ、金杯さんにそのすがっていかないっていうのかな、惚れていかないスタイルかっこいいよね。やってるやってる。25号さんいらっしゃい。うん、朝比奈すげえよな、すごい球だよな。今まで金杯さんが付き合った系統と全然違うよね。なんだかんだみんな金杯さんにベタ惚れだったかんな。里見さんなんか相当引きずってたもんね。あれなんだっけ、あの綺麗な人いるじゃん、あの綺麗なあの夜の仕事してる人、風俗関係の、なんて言ったっけ、名前出てこねえな、何さんだっけな、一回飲んだことあるんだけど、あの人も金杯さん好きだったもんね。すげえ腹立ってきた、うん、分かる気がする。ふわっちの歴史、いや違うよ、暗黒脳だよあいつは。ケミーキラーとか暗黒とか好きだから、ガチのネットオタクだよ。あずさじゃなくて、夜の商売の人、あの綺麗な女の人、なんだっけ、黒髪のロングの、ふわっちもやってるじゃん。朝比奈はフィリピンの血が流れてるから凶暴だからやめた方がいいってた。あー、まあフィリピンの血入ってそうだよね、うん、顔の系統的に。花火1万発だと俺にいくら入るんだろう。500万入ります夢をくれ俺に。500万稼がせて。綺麗なお姉さん、そうそう、アイラ訴えて知名度稼ごう。ふわっちで裁判沙汰とか盛り上がるぞ。盛り上がんねえよ、もう裁判沙汰なんか何個やってきたか。まあ全部ね、負けてないっすよ僕は。全部示談に、訴えられても示談に持ってくぐらいのタフネゴシエーターなんで、僕の勝ちですよ。なんつったっけな、あ、そうだ、ハルさんだ、ハルさん、ハルさん珍しくないよ、もうずーっとキツネ枠、最近は、最近ずーっとキツネ、たまーにしかやんない通常枠。なんかね、うちのリスナーさんはキツネの方がコメント書きやすいんだって。グランドオペラで働いてる人、あ、わかんないな、ハルさん一回飲んだことあるんだよ、ハルさんと。すげえ綺麗な人だったよね。え、2丁目に行ったのかな。じゃあじゃあじゃあ銀座ホステスじゃないんだよ、夜のお仕事だよね。ハルさん、和道は刑事裁判潰れてるから、あ、慣れてるから、刑事裁判は慣れてるねえ、でも俺あれだよ、詐欺の事件だけだよ刑事裁判って。あとは略式だよ、銃刀法違反なんか書類送検じゃないの。うん、きつねの時だけコメント了解。
エンジェル宜野湾の時は警察だなかったの。いや警察来たよ。だから俺が木刀持って追いか、木刀じゃないや、杖持って追いかけ回して警察が来て、で殺害予告でこいつら捕まえろっつって、なんかデブの息くっせえリスナーがいて、でこいつ逮捕しろよっつって、被害届出すからっつって交番行くっつったら、なんか日和やがって宜野湾と、じゃあ謝れ今すぐっつって、で配信外だったけどすいませんでしたって頭下げたから、じゃあいいよって二度と来んなよっつって、うん、そう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 、6号さんの、そうそうそう、すごい綺麗で上品な方だよ、うん、全部勝ちとかすげえな、訴える側も経験しないと、訴えたことは一回もないね、うん、前科3班俺、あのデブクソうざかったよね本当に、すげえ息くせえの本当に、あれは殺意湧いたよね。俺はね、きつねうどんとたぬきそば、あどっちも食べないっすね、カップラーメン食べないんですよ僕、まあ、あえて言うなら赤いきつねと緑のたぬき、うどんのうどんのきつねの油揚げが入ってる方が好きですね、うん、いや別にアンチコメ書いていいよ、好きに書いていいよ、何の影響もないから俺には、好きに書いてよ、俺息臭いよ、うん、おっさんだもん、息臭いわけないじゃん、32歳で息が爽やかなやつなんかいないよ、うん、だから息が臭いから配信やってんだもん、知らないの、息が臭いから配信やってんだよ、ネットだとバレないから、少年院行ったことないよ俺、捕まったのは全部二十歳超えてから、花火1万発もらって何したい、シルバーのねちょっと金がねすごいかかるのよ、だからあのそっちが店とかに当てたいですね、線香花火いらないっす、欲しいものリストにあると助かります、いらないです、線香花火いらないです、初見さんいらっしゃい、花火上がんなくなったね、やばいね、昨日の収入2000円だよ俺、昨日の収入は2600円かな、体硬い、めちゃめちゃ硬い、なんでバレたの、姉ちゃんが和道さんがタイプらしいです、見てるとなぜかゾクゾクするらしい、ちなみに原田千代、原田千代って誰だろう、会ってもらえると、俺は会わないですよリスナーさんとは、原田千代ってどんな顔だろう、うん、あ綺麗な人だね、あーはいはいはい、ブレンディーの人かな、めちゃめちゃ綺麗な人じゃん、幸せになってください、原田智代って言うんだ、この人ブレンディーの人だよね、うん、綺麗な人だね、ありがとうございます、お幸せに、この人好きだったブレンディーの CM の人、ハル、うん、さん予約したの経済効果が生まれちゃったよ、うん、へータイプなんだ、俺ヒステリック全然ない、めちゃめちゃ温厚、俺は全然女性に対してヒステリックなことしないよ、初めて赤髪にした時はね、あれはね、ヒカルくんの専属の美容師さんなんだよ、3倍目ヒカルくんの、めちゃめちゃうまかったね、時をかける少女はね、俺世代じゃないからわかんないな、すごい綺麗な人だよね、あと城島歌いよ、あいつはあなたの日とかに、じゃあね、あいつはね、アイラに関して言ったらね、俺ね、あ仲いいんだよ、昔からの付き合いだから、アイラが俺のことディスってんのはちょっと違うの、ちょっと違うの、アイラとはもうツーカーなんだよ、そう、もう長い付き合いの、そう、俺がデビューしたぐらいからずっともうなんかもうトツ何回もして、会ったことは一回もないんだけど、もう長い付き合いでお互い、いいのよ、柔軟体操軽くはやってるけどね、軽くはやってる、あの髪型良かったよな、初めて赤髪にした時の、うまかったよね、なんでわかったの、大型寄りの B って、うちの家系全員 B なんだけど、唯一親父だけが大型だったの、だ大型寄りの B なんだよ、大正解、親父が大型で、あと全員 B、 親戚こんなに B 型で固まるかっていうぐらい B 型だね、全員 B ですよ、でもね腰と肩がだいぶ柔らかくなったかな今ね、そのフックがスパンって抜けるようになってきたの、
昔はドンって言ってたのがこうね、後ろからスパンってこうパンっていくんだよね。パンパンって。だいぶ良くなってきた。配信時間合わないんだ、残念だね。ゴールデンタイムあんまやんないかんね俺が。密教とか好きそうだな。まあ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 、でも俺はあれだよ、原始仏教だよ俺が一番好きなのは。要はイエス・キリストは好き、ブッダは好きだけど、キリスト教も大乗仏教も大嫌い。はっきり言って大乗はダメ、そこら辺の素人には負けないくらいになった。それがどうなんだろうな、全く、あのね、これが難しいんだよ。あのね、そこら辺の素人っていう定義が難しくて、格闘技って何が厄介かっていうと、とんでもない運動神経がいいやつとか体ができてるやつにはやっぱ勝てないっていうのもあるのよ、その最終的には。だから、そのだから階級分けがされてるわけよ。階級分けがされてる。で、正直その自分と同じ階級で全く格闘技経験ありませんっていうんだったら、まあ負けないと思うよ、ど素人だったら。アゴン密教が気になるの。アゴン密教、お前にそんなに花火の数があるわけない、いいことたくさんあるね。もうバネだよね、体の。マインドフルネス初めて聞いた。わかんないね。ボクサーに攻撃当たらないって聞くもんけ。あー、なるほど。まあ、ボクシングルールだったらいなす自信はあるよ。今日もあの軽量級の人でやったんだけど、やっぱ早いのよ、ジャブが。だけどウィービングうまいっすねって言われたよ。そう、自分より背の低い人よりもウィービングで全部こうかわしていったから、ウィービングは超びっくりされた。ウィービングうまくないっすかって、なんでこんなうまいっすかって言われた。ウィービングは得意。ウィービングの和道だから。もうインファイト特化型だからね。はい、お疲れ様です。楽しんでってください。ウェービング？ウィービングじゃないの？ウェービングなの？ウィービングじゃないの？え、ウィービングじゃないの？ウェービング？ウィービングじゃないの？ウィービングでしょ？ウィービングで合ってるじゃん。ウィービングで合ってるじゃん。ジム習っててみんなウィービングって言ってるよ。ウェービングなんて聞いたことないよ。ウィービングで合ってるよね。いや、ウィービングで合ってるよね。キックボクシングと極真ってリング上だと同じように感じ。ああ、全然違う。極真の人はガードが低い。あのフック強いよ、キックの人はね。あの顔に入ってこないから極端にボディがうまい。首元は鷹だね、鷹。趣味の割にはすごい。あ、でもあれだよ、今日もなんかあのみんなのそうコーストレーニングに参加した。始末くんちょっと来てって言われて、あのマンツーにさせられたよ。この子大会ある、何月大会って言われて、まだ先です、6月ですって言ったら、 OK 間に合わせようって言って、ヒゲ整えてるよ、ちょっとここ生えてきたけどね、整えてるよヒゲ。宗教の話あんまりしないね。どこのイーグル？俺はブランドで買わない。どこのブランドか知らない。ゴールデンボーイジムの一歩必殺技動画見たことあります？わかんない。初めの一歩はずっと漫画で読んでたよ。で、なんだっけ、アニメの初めの一歩も全部見てたよ。必殺技動画が何のことかわかんない。いや、ボクシング、ウィービングで検索してみろよ。ウィービングで合ってるよ。あー、朝青龍強いだろうね。
朝青龍強いと思うよ。テルチャンピンさんがボヤッキーにしか見えません。どうしたらいいですか。殺されるよ。明日朝起きたら玄関開けたらもう TCP に袋叩きにされるけど大丈夫。 TCP を舐めない方がいいよ。テルチャンピン犬飼ったの知ってる。え、犬飼ったの。いや閲覧跳ねてんじゃん。もう可愛いんだよ犬バカ。ほら TCP がいるぞTCP がいるぞ気をつけろよ、うん、TCP がいる。 TCP が10代の頃から、ドレさんは才能めちゃめちゃあるって言ってくれてるんだけど、実はねおじさんが相撲取りで親父キックボクサーでチャンピオン、海外でチャンピオン2タイトル持ってて、で母親は運動神経抜群で中学生の時ソフトボールで全国優勝してたりとか、実は体育会系の家系なんだよね。実を言うと知らない。今日はイカ食べてないよ。プロが一歩に出てくる必殺技。ああはいはい見た見た見た。フリッカージャブとかでしょ。で見た見た見た。あの細い人ね。見た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 よ全部。でもねあれはねどちらかっていうとそのボクシングの人に向けてやってるわけじゃなくて、あの一歩のファンの人に実際にやるとこうなりますよっていうことをやってるね。うん。どれなんて素人中の素人。まあまあまあ。いや、素人ではないでしょ。うん。てるちゃんぴんさんのメガネは鼻とヒゲがくっついてるパーティー用ですか？知らないです。てるに聞いてください。なんで俺のところで TCP を敵に回すようなコメント書くの？やめて。うん、幸せですよ。でも食べても食べても痩せてくんだよね。メガホン26ありがとう。ドレさんって動きがゆっくりに見えますが当たるんですか。ヘビー級にしては早い方だと思うよ。ヘビー級ドレさんって、うん、おにぎり泥棒です。パーティー用って何。あそうそう首にそうクリップにするためにこれつけてんの。そうピンマイクだよこれ。ああピンマイクだよ。耳が妊娠したね今ね。ミドル級か。風船ありがとう、うん、おにぎり泥棒です一生は。罪名は、うん、おにぎりをこよなく愛するんで。ミドル級か。まあミドル級にしては早い方だと思うけどな。そんなに遅いとは思わないけど、なんかね例えばなんだけど、みんなって引きの絵っていうか こういう絵に慣れてるでしょ。こういう絵わかる。こう遠くからもっと遠くからこうやって打ち合ってるのを見てるな。実際ってさ俺らの体感ってどういう風にやってるかっていうと、いくよ。俺ちなみにパンチそんな速くないの。パンチそんな速くないんだけど、どういう感覚でやり合ってるかね。ちょっと正面に打つね。いくよいくよ。これくらいで同じな。この速さだよ。これ避けられる。この速さをこう避けんだよ。もしくは パリングで打ち落とすんだよ。この速さだよ素人で。でこれよりも早いんだよドルさん。早くない。見切った見切った。だから正面から見るの全然違うでしょ引きで見るのって、うん、いや俺パンチハードパンチャーだよ、うん、あボクシングやってたらね見えるだろうね、うん、俺パンチはハードパンチだよ重いよ。みんなに言われる。ミット持ってる人に重いって言われる。超褒められるもん。
意外とこう見えてハードパンチなの。そうなんだよね、でかいから遅く見えるんだろうね。別にドレさんパンチは遅くないよ、むしろあの階級だと速い方だと思う。あ、もちろんもちろん体重が重ければ重いほどパンチは重い。そう、パンチングマシンは270マックス、うん、270だったっけ、270かな、うん。口でわかる、うん、口でわかる、打ってくるの口で、うん、騙されるなって何、センスあるジャブ、 ありがとうございます。でもね、そのリードジャブ系の、その要はアウトボクシングのリードジャブ系できないから俺、要は正面こなんつうの、オーソドックスよりもちょっと内側にね、このこれで入ってくタイプだから、そうね、やっぱねジャブは短いんだよね。アウトボクシングできたらリードジャブでこう刺すんだけど、うん、であとね最近覚えたんだけど、これがねジャブのコンボができるようになったの。これこれこれね、本当にねびっくりしてるんだけど、ジャブが連打できるようになったの。これね多分ね、結構初級編が抜けたかなと思ってて、ジャブが連打ができるようになったの。ジャブが、うん、あのね今までそのジャブ打つときにこう単発だったのよ、ワンツーとかが。それがパンパンってこうパンパンってこう、これがね3連打ぐらいできるようになったの。そう、慣れてきたんだよね。そうそう、なんかねこう伸び縮みするみたいな、バネみたいなのが分かってきたの。そう、うん、これがね結構自分の中で今日だいぶ使ったんだけど、ジャブを刺すっていうやつ俺ね体幹は弱い、体幹弱い、いや面白い。今日はねサンドバッグ打ってきたけど手応えなかなかあったね。今日は体調良かった。ただスタミナがね4日空けてたからちょっと水ぶくれてたからな、うん、ただね筋肉痛が全部抜けて気持ちよかったね。パンパン入んのサンドバッグに。メンタルも重要だけどね、その日の体調みたいなコントロールがすごい難しい。格闘技やったことないけど和道とスパーしたいな。あれじゃん、なんかあの原田さんのジムに通ったらスパーできるんじゃないの、うん、練習してるところは公開するつもりない、ごめん。あれだよ、この前の原田さんの枠スパーリング原田さんのところでやった練習見てみる。ちょっと俺の YouTube 登録してたら見たことあるはずなんだけどな。65さん YouTube 登録してる？練習ちょっと見てみようか。これは2週間前かな。カルビーカルビーカルビー、うん、何が見たいの練習の。どんなのが見たいの。まあまあちょろっとだけいいじゃん、ちょろっとだけ、うん、練習ってだからまあ普通や、まあこういう、うん、ミット打ちとか見る、うん、これでいこうか。そうなんだよね、体幹が弱いんだよね。今走ってるよだいぶ。まあこういうこういう1ヶ月に1回ぐらいじゃん公開していくの。ちょっとミットだけ見ようか。じゃあいきます。これを2分で、はい、じゃあ行きましょう、はい、もう走り込むしかないよね。じゃあ、はい、お願いします。じゃあ、はい、そうなります。はい、そうですね。
いいですね。はい、そういいね。ストレート行きましょう。はい、そう、もう一回、もう一回、もう一回。で、打ったらバックステップしましょうか。はい、はい、そう、もう一回、そう、顔を回さないに、顔を回さないに。はい、そう、顔意識してずっとこれを見て。はい、そう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 、ワンツーもしよう、ワンツー。はい、そう、面白いよね。はい、そう、顎引いて、そう。顔が回らないに、これ今日ちょっと癖を直しましょう。これはだいぶ治ってきたかな。そうそうそう、はい、はい、ああ、一応リズム、リズム、うん、いや、やっぱりプロだからね。はい、そう、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 いいっすね、リズム、いいっすよ、パンチ力ありますね、強いっすね。はい、そう、いいっすよ、脇も締まっていいっすよ。はい、そう、顔の一層、ね、今、ミット打ってる人、ジャブだけ。今、ファドさんどこって、今、ミット打ってるじゃん。目の前でミット打ってるじゃん。これだよ、これ、これ俺だよ。どこじゃなくて今打ってるの、目の前で。これが俺だよ。パンチはおもれ。まあまあこういう練習してます。はい、これはまあ原田さんのメニューだけどね、全然違うメニューだけど、まあこういう練習やってますね。だいぶ強くなったんじゃないの、前回に比べたら。うん、前回に比べたらだいぶ強くなってると思うよ。タバコ吸って何が悪いんだよ。何言ってんだ。池上さんは俺か足元にも及ばなかったよ。池上さんはあれだよ、ヒョードルを倒す男だから。何言ってんの。池上さんは神だから。俺はもう池上さんについていくって決めたから。池上ファミリーだから俺。うん、ボクシングルールだったらいけるかもしんないね。ボクシングルールだったらいけるかもしんない。ドルさん胸に何も入れてないよ、筋肉だよあれ。ありがとう。金髪の人プロ。ダイエットのためにジム通ってるわけじゃないよ。バカにすんなよ。捨て頃のために通ってんだよ。ダイエットのためじゃないよ。いや好きなら見に来ればいいじゃん。好きなら見に来なよ。普通にコメント打つんだったら歓迎するって伝えといて。なんで池上の筆下ろしをのんちゃんに頼むんだよ。ふざけんなよ。人の彼女なんだと思ってんだよ。知らない、原田さんから誘われてない。そうだね、また。え、今の練習は録画しない。今通ってるジムは撮影禁止だから。あの特定も嫌だし、あの一切公開するつもりない。もう本当にひたすら打ってるだけ。あ、でね、グローブ柔らかくなってきた。そうそうそう、グローブがねカッチカチだったの。今日ねびっくりしたんだよ。だいぶ汗染み込んでかいい感じになってきたよ。グローブ柔らかくなってきた。これね、和道グローブ、試合になるとね、心が弱かったな。前回心が弱かった。すっごく柔らかくなってきて、すごくいい感じになってきた。いいグローブだよこれ。うん、タバコ吸いながらお金くださいって。でもお前俺にお金くれる気ないじゃん。何が問題あんだよ。何が問題あんの。75さん、あなたは僕にお金くれる気ないじゃん。でしょ、タバコ吸いながら金くれっつって何が悪いの。ただで文句言って、ただで見て文句言ってる方がよっぽどずずしいだろ。これ Amazon で1280円。へえ、これ1280円に見えんの。へえ、あ、そうですか。
ベヌムで検索してごらん、このグローブ出てくるから。ハンドメイドの本革の一点物が1280円なわけないじゃん。星5だよ、星5。ハンドメイドインタイランド、16オンス、レザーだよ、しかもレザー、1200円で買えると思う。これ2万円、2万。試合の時はね、ベンジョさんが用意したグローブだから、2万、2万、うん、いや知らない。はい、ワダツ、あ、グローブ臭くなるのはしょうがないよ、うん、グローブが臭くなるのはしょうがないよ。でもドライヤーで乾かしてる、グローブ用のドライヤーで乾かしてきたけどね、今日なんつうの、拭いて。いや、いいグローブもらったよな、ほんとリスナーさんにね恵まれてるよね、うん、指輪かっこいい、うん、ありがとう。ありがとう、ありがとう、花火ありがとう。いや、大きく出たんじゃなくてね、ちょっとね、本当にね、それくらい稼がないとやばい。シルバーがね、本格的に店持ちたいなと思ってて、1万発ぐらい欲しいんだよね。いらっしゃい。刺繍が嬉しくない？このリスナーさんがさ、アマゾンでただ買うだけじゃなくて、なんか届くの遅いなと思ってたの。こっち側には和道って書いてさ、こっち側には漢字で和道って、こういう粋なサプライズするリスナーさん素敵だよね。絶対女性にモテるもん。そう、愛があるよね、愛が。意識高い系ではないです、僕意識高いんです。意識高いのと意識高い系を一緒にしないでください。いや嬉しいよ、本当に贈り物だよね、負けらんねえよな。約束したの、半年後にこのグローブボロボロにしてどんだけ練習してきたのか伝えるねって。電子タバコは嫌いだね、電子タバコは。いや好きに見りゃいいじゃん、俺のことを意識高い系だと思ってるっていうのはさ、要は見る目がない女だよ、見る目がない人でしょ。これから俺は伸びるよ、まだまだ成長を続けていくからね。いや別に、いや売らないから、俺客選ぶから、売らないから、欲しいっていう人で選ぶから、誰でも手に入ると思わないでください。金があったら何でも手に入ると思わないでください。体重、いや体重はね、70キロから80キロの間、どれでもいいって言われてるから、ベストコンディションで行くね。ベストコンディションで行く。タンパク質とかね、プロテインは取らない。ボクシングは関係ない。栄養価の高いものガンガン食う。今ね、普段の3倍飯食ってるね。ご飯超大盛りでつけ麺とステーキ2枚とかそういう感じ。お腹はバッキバキだよ今。脱いだらすごいよ今。脱いだらすごいよ。ファイターの体だよ、ファイターの。お腹はすごいよ。半端じゃないよ。黄色い線上がるぜ。見たいの？お腹。しょうがないな。お腹か。いや、もう本当にファイターの腹だよ。いくよ。5、4、3、2、1、ほら。やばいだろ。なあ。半年、たった1ヶ月通って、たった1ヶ月通ってこの腹を作ったんだよ。かっこいいだろ。なあ。これが本気でやってる男だよ。本気でやってる男。素敵だろ、うん、
やっぱね、本気がね、もう体に出るから、本気が。あ、こいつマジだわ。今伝わったはずだよ。勝ったね、今回の捨て頃は。いい感じに仕上がってるね、うん、本気だろ。勝ったな、うん、勝った。え、でもあれだよ、だいたい2時間のトレーニングで、あの、汗で1キロ落ちるよ。汗で1キロぐらい。お酒は飲んでない、酒は飲んでないですね。お酒あんま好きじゃないんだよね、もともと。俺酒強いよ、飲めなくはないよ。酒は結構強いよ。後ろでのんちゃん放送見てるか、なんかプサンっていう映画見てるね。韓国映画プサン、なんか面白いらしいよ。プサンってドラマか、ドラマのプサンっていうのを見てる。あ、イサンか、イサンだって。なんか韓国かぶれだから、イサンだって。変な帽子かぶってた対戦相手、うん、知らない。なんかあれでしょ、王様になる話でしょ。韓国って王様になる話しかないじゃん。なんだろうね、韓流大好きなんだよね、のんちゃん。あ、すごい感動するらしいよ。煽り部位は作りたいなと思ってるけど、まだまだ体をいじめ抜いて出来上がったボディで煽り動画作ろうと思ってるね。まだまだ体をいじめ抜いてやろうと思ってる。お腹はね、特別なことは見せないよ。出来上がってるよ。仕上がってるよ。禁煙はしないよ。うまかったね、ご飯美味しかった。配信で自分のスタイルだなって感じるときはそんなに真剣になんか分かんないね。そんな真剣な質問、やりたいようにやればいいじゃん。好きなんだろ、やりたいようにやればいいじゃん。ルールもスタイルもなんか流儀もいらないよ。配信にやりたいからやるで何が悪いのか分かんねえな。和道ってアメリカでハッキングしてるアジア人みたいな顔。俺ハッカー顔なの、サイコパス顔。花火1万発無理かな。夢見せてよ。夢を見るのはただでしょ。
夢を叶えるかどうか君たちにかけてるから。いや俺はねもっと早く弾けると思ってたけど、意外と粘ったなっていうのが俺の印象だし、閲覧落ちると思ってたけど落ちなかったから全然予想外だよ。ドルさんはもっと早く閲覧200ぐらいになると思ってたし、もっと収入がだって落ちると思ってた。だから予想とは全然違う。俺は予想外したね、ドルさんに関しては。持ってたねドルさんは。アクセサリーはね、金映えさんの指輪が第1号になるんだけど、納品1ヶ月後だね。納品1ヶ月後。知らない。閲覧増えてるんじゃないの？金払わないって言ったってねえ、金払わなかったら普通に訴えるよ。そんなことないよ。あ、俺のフォロー外したの？知らない。婚約、結婚するかどうか金梅さん次第でしょ。俺は婚約指輪を作る側の人間だから何も聞いてないよ。指輪が欲しいって、和道の指輪で結婚申し込むって言われたから俺は作るだけだよ。指輪？物による、物による。今回金梅さんの、例えばゴールドで作った20万ぐらいでリスナーさんには売ろうと思ってるね。金梅さんと同じモデルは20万ぐらいで売ろうと思ってる。シルバーの場合だったら3号ぐらいかな、3万5000円ぐらい。例えば金梅さんと同じモデルをリスナーさんが欲しいって言ったら3500円じゃない、3万5000円ぐらい。プラチナと金はそんな変わんないかな。プラチナの場合まあ21万とか22万とかで売ると思うよ。釘を指に巻いたような指輪作れますか？それだってカルティエのモデルじゃなかったっけ。カルティエのモデルだから、なんかカルティエ買った方がいいんじゃないの。釘を巻いたデザインってカルティエだよね。のんちゃん奥さんじゃない、彼女だよ。飛行石、石はない。アイワード2いらっしゃい、来てくれてありがとう。あ、うちだから余裕あるから、一個作るのに何日かかんだよじゃなくて、俺が作ったものがただ売れるだけだから、なんつうの、買いたきゃ待ってっていうスタイルだから、別にそんな余裕ないビジネスとかやってないから、うん、俺が作ったの買いたきゃ待てよっていう、そういうスタイル。うん、知らない、20万で買う人は買えばいいじゃんっていう。俺のんちゃんと結婚しないよ。影響を受けてるシルバーブランドが違う。俺がシルバーブランド業界に影響を与えるの、うん、俺はどっからも影響を受けてない。俺が影響を与える側だから。逆、初見さんいらっしゃい。のんちゃんも別に結婚とか言わないよ。スムースフリクション、うんうん、これは俺が作ったものじゃないから、これは売ってない、ごめんね。いい BGM だよね。シルバーピアスとか作る気ないね、申し訳ないけど。
シルバーピアスとか単価の低いものうちはやるつもりなくて、高いからうち、なんか安いもの売りたくないんだ。作ったやつ今ある？作ったやつないね。デザインのモチーフとかもないね。モチーフがあるってことはパクリってことだからさ、俺からすると。俺が作ったものが後にモチーフになるだけだから。いや別に偉そうじゃないよ、普通に、普通普通。普通にやってるだけ。スムースフリクション。俺宝くじが当たることが夢だなんて小さすぎるでしょ。宝くじを買って3億円当たるのが夢とか、俺そんなために生まれてきたわけじゃないから。夢は買うもんじゃなくて叶えるもんだと思うよ。どうだろうね、ステゴロね、盛り上がったらいいなと思ってるけど。最近キツネ枠多いね。キツネ枠ばっかりやってる。鍵のネックレスはちょっと第2弾になるね。第2弾。キツネの方がね、コメント書きやすいってみんなに言われるよ。半袖寒くないよ。花火が上がらなくなったんじゃないの。花火を投げるか投げないかはリスナーさんが決めることだから、俺の問題じゃなくてみんなの問題だから。今対談したい配信者いないっすね。いないっすね。石野は元気なんじゃないの。この前電話かけたら元気そうだったけど、元気なんじゃん。なあ、女ができてすごい幸せそうだよね。生活は厳しいんじゃないの。ねえ、よかったよね。谷さんっていうリスナーさんなんだけど、谷さんとよくやってるらしいよ。よくちゃよくちゃ。
あ、年だかんな。32でふさふさなわけねえだろ。年だもん。そりゃハゲるだろ。そんな20代じゃねえんだから。海外行きたいね。海外行きたいね。風船ありがとう。海外行きたいな。なんかベネチアとかで配信やりたいね。ベネチアで。ジッポ？いいよ。コトカと会ったことないよ俺。少女売買について語れ。何少女売買って、何少女売買って。何少女売買って。ランク、ランクじゃないよこれ。刻印ランクじゃないよ。 D って書いてあるけど、リスナーさんからのいただきも。ヘイスッヘイスッ。シルバージッポを落として削れたんですが、直せますか？直せるでしょ。うん。直せると思うよ。直せる直せる。噂してんのかな、誰か。あ、そう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 。まあリスナーさんが正しかったんだけどね。うん、今後大丈夫じゃなくて、今後うまくいくことしか考えてないから分かんない。今後人生不安に思ったことじゃなくて、今後人生豊かになり続けてるから心配なんて一つもないね。実際良くなってるから。大丈夫どころじゃないね。どんどん良くなってるから、まあ、どんどん豊かになっていくだろうね。俺はどうだよ。のんちゃんあげまんだよね。いや本当にそう思う。のんちゃん付き合い始めたからだいぶ良くなってる。のんちゃん本当にあげまんだと思う。のんちゃんと付き合ってよかったね。うん。ことかとデートっつうか、俺ことかと会ったことなんか一回もないよ。生活保護からしたらめっちゃ豊かだよ。そうだよ。もともと家なかったんだぜ。生活保護どころかネットカフェ難民だよ。ホームレスだよ。今家あるもんね。
東京だから6万だね。6万円。彼女大事だよ、すごく大事。俺ね、このシャツ20着持ってるんだ。だから同じシャツずっと着てるね。その服に着られたくないんだよね。服は着たいんだよね。引っ越しの予定はないね。はい、お疲れ様です。お帰り。ありがとう。イタリアに行きたいんじゃなくてベネチアに行きたいのね。うん、ベネチアはフランスだから。遅くなりました、和道さん。お帰り。うい、いらっしゃい、楽しんでってね。そうだね、まあまあ俺はあんまり家にはこだわりない方だから。20着も買いたいと思わない。いや別に閲覧同じぐらいじゃないの。閲覧変わんないよ別に。あ、まだキャスバーにいるんだ。楽しんでて。定期ありがとう。あ、大切な人だよのんちゃんは。ありがとう。あ、メガホン祭りあんの？あ、じゃあメガホン貯めておいてよ。みんな頼むよ。よろしく。タヌキで花火は禁止って聞いたけどどうなのさ。いや、俺花火全然欲しいよ。うん、花火全然いただきたいよ。何タヌキって。キツネだよ、この枠は。花火こじる人って何？俺別に花火欲しいよ。うん、俺は常に花火欲しいよ。何こじるって言い方。こじってないよ。ベネチアはフランスです。お前らベネチア国際映画祭も知らないの？フランスって映画の街だよ。にわかにも程あるだろ。ほんと基礎教養もねえのかよ。恥ずかしい。花火いるよ。カンヌはパリ。超久しぶりに来た。ありがとう、来てくれて。釈迦はカーテンの後ろにいるよ。俺留学してたよ。俺留学してたよ。俺別に以前たくさんアイテム飛んでないっすよ。
いつの話？俺アイテム飛んでないよね、一回も。俺がフランスだっつったらフランスなんだよ、ぐだぐだうるせえな。勉強してから言えよ。なあ、小学校も出て、小学校で習うことだよ。俺がフランスだっつったらフランスなんだよ。わかんねえな、もううるせえよ。フランスだよ。俺がフランスだっつったらフランスなんだよ。うるせえよ、もう。だからバカ相手にも放送なんかできねえよ、ほんとに。何回言ったらわかんだよ。フランスはフランスなんだよ。俺がフランスだって言ってんだからフランスでいいだろ。バカが。フランスだろうがよ。映画祭なんだから。フランスもわかんねえのかよ。バカ、EU はドイツだよ。バカが。EU はドイツだよ。EU はフランスだ、ふざけんなよ、バカが。勉強してから来い。EU はドイツだよ。ああ、もういい。お前らと、もうお前らと話できない。バカすぎる、本当に。ああ、ドイツはナチスっていう人、2だね。そうだよ。ドイツはナチスってコメントあったでしょ。この人は分かってる人。2だよ。2。この人分かってるね。EU のことよく分かってる。相変わらずアンチは立ち悪いし、教養はないし、バカすぎるよ、本当に。バカすぎ、本当に。ありがとう、バカ、ありがとう、バカ、ありがとうございます。114号さん、ありがとうね。ごめんね、バカばっかりで。俺は勉強してたわ。中学校の頃も小学校の頃もガリ勉だったわ、俺は。上から38番だよ。上から38番。あ、中卒だよ。中卒だよ。何が悪いの？下から？下からはまあいいけど。うるせえな、なんだよ。ああ、ごめんごめん。ごめんごめん。怒らないよ。ありがとう。冷静にね。冷静に。偏差値ぐらいわかるよ。
偏差値ぐらいわかるよ。中卒バカにすんなよ。はい、こんばんは。バガありがとう。花火ありがとう。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 バガーと花火ありがとうね。ありがとう。俺悪いけど、中学の問題だったら全部解けるよ。中学校の問題ぐらいだったら全部解けるよ。暗算で。暗算で。偏差値40以下バーカ。42の推薦だよ。42の推薦だよ。40以下の高校なんか行くわけねえだろバカが。推薦だよこっちは。42のおめえだろ。40以下の高校に行ってたのゴミが。3たす3、6。推薦だから。推薦だから。推薦だから。推薦。ちなみにカメレオンのモデルになった高校だから。漫画カメレオンのモデルになった高校。40以下だってバカにしてきたから言ってやったんだよ。42だよ、うちは。推薦入学だよ。おかげさまで息子再就職決まりました。おめでとうございます。私誰かわかるかな？わかんないです。ごめんなさい。狐枠なんで。申し訳ないです。アイテム投げてくれた。わかるわかる。アイテム投げてくれた。うん。あー、よかったよかった。おめでとうね。おめでとう。推薦です。ありえないじゃないの。そうだよ。中退だよ。何が悪いんだよ。合わなかったんだよ。合わなかったんだよ。でも推薦入学だけどテストはちゃんと受けたよ。一応形式的な。難しかったよ。うちの高校はね、まず俺英語が苦手なの。で、高校の一番最初の英語のテスト、アルファベット全部書くんだけど、まあ、クラスの半分ぐらい落ちてたね。27÷12 は 2.3 だから 2.23 の6だ。2.25。毒マムシ生きてんのかな？わかんない。高校中退じゃない。1年未満で辞めたから中卒俺は。英語アルファベットは書けない。筆記体未だに書けないから。あー、ごめんごめん。ありがとう125号。ありがとうね。俺の体気遣ってくれて。いや、言ってやんねえとわかんねえんだよこいつら。125号さん、ベネチアのことこいつらイタリアだとか言うの。悪かった悪かった。86、48。台形の面積の出し方わかるかな。それはあれだな、どこがどこの値が分かってるかによるな。どこの値が分かってるかによるな。台形は、台形っていうのは大体そうだから、台形の問題を解くにはどこの値を把握してるかによるな。うん、で台形ってそういうもんだよ。台形の面積を出すためには大体ね、いや台形の面積を出すにはどこの値が分かってるかによるから。いやそうでしょ。じゃあお前このこれのお前出せや。どこの値もわかんねえだろ。これの値出せよ、じゃあ。
いや、どこの値が分かってるかによるでしょう。台形は。会話ができねえよな、本当に。いや、じゃあ出せよ。じゃあ出せよ、ほら。どこの値が分かってるかじゃないと分かんないだろ。バカが。底辺かける高さ割る2？底辺かける高さ。底辺かける高さ割る2だ、この野郎。ああ、底辺かける高さ割る2だよ。おい、底辺かける高さ割る2だろ。おい、底辺かける高さ割る2。え、台形三角形、これちょっと待って、台形は三角形を切っ、あ、違う、上底プラス下底、上底とプラス底と下底をプラス、上底プラス下、カッコ上底プラス下底、カッコ上底プラス下底割る2、え、違う、カッコ上底プラス下底割る2かける、高さ割る2だよ。なんで割るかわかる？だから正四角形の、正四角形のあれが高さかける高さ、正四角形は、平方四辺形は高さと底辺をかけるからじゃねえのか。だから割るんだよ。中卒ですよ。だってお前ら俺よりバカじゃん。だってお前ら俺よりバカじゃん。高校は進学したよ。俺よりバカじゃん、お前ら。IQ87。 87。あー、髪の毛の色、ありがとう。赤だね。じゃあお前ら偏差値言えんのね。じゃあお前ら偏差値かけんの、かけんの。じゃあなら人のことバカにしといて。ちなみに推薦入学だよ。 27×36 は3721、ちょっと待って、流れるな。3721の7710464242142142。あ、コメント流れちゃったな、ごめんね。おごめん、流れちゃったわ。俺は42だよ。何がいけねえんだよ。何がいけねえんだよ。もうバカにあれだ、もうあれだよな。あーうぜ。地元俺成田。
だからイニちゃんも何ベネチアにこだわってんの、行ったこともないくせに何にも分かってねえな、反対あだからバカ嫌いなんだよ俺、だからバカ嫌いなの。ベネチアに親が住んでますので遊びに行ってみてください。うん、行くよ。フランス人？ハーフなの？終わりにしよう、終わりにしよう。もうダメだ、会話にならない。俺は社会に出てからも勉強したんだよ。俺はお前らと違って社会人になって勉強しなかった男じゃないんだよ。なあ、社会に出てからこんなに勉強してんだよ俺は。社会に出てからわかる？こんなに勉強してるんだよ。これ一部だよ。ねえ、社会に出てからお前らノートつけてんのじゃ。なあ、お前ら社会に出てからノートつけてんのかよ。おい、社会に出てから勉強してんのかよ。なあ、こんなに勉強熱心な配信者いるかよ。いるかって聞いてんだよ。おい、考えろよちょっとは。お前らとは教養と学が全然違うんだよ。全然違うんだよ。こんなに勉強してんだよ、おい。なあ、こんなに勉強してんだよ、こっちは。なめんなよ、マジで。お前ら成功できないわ。お前ら成功できないわ。フォローありがとう。あ、ハーフなんだ。花火こじったら何がいけねえの？花火こじったらいけねえの？何、花火こじったらいけねえの？なんで俺が成功しないかどうか占い師でもねえのに分かるんだよお前ら。のんちゃん成功するよね俺ね、うん、するよね。億万長者になる。のんちゃんが言ってるでしょ、億万長者になるの。聞いた今。なんだキモいって。
花火は1万発欲しいでしょう。俺だって。やっぱアンチはダメだな。アンチはダメ。あー、さっきのジャブで左手壊れたな。さっきのジャブの連打で左手壊れたわ。左手くっそ痛えわ。さっきのジャブで左手壊れた。風船25個ありがとう。痛い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 。あー痛い痛い痛い。壊れた。風船ありがとうね。痛いわ。関節がやばい。ハードパンチャーだからな。1から100まで足したらいくつ？ 10 秒で答えたら花火あげる。そんなのわかるに決まってんだろう。5000だよ。5000。あ、違う。600。600だ。600だ。600。お、家中にオーブ飛んでる。お祓い行った方がいいかな。あー、いた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 。5100か。5100。5100か。5100っていう考え方もあるな。5100か。まあまあ、俺は失敗にとらわれるタイプじゃないから。失敗は経験だから。失敗は経験。俺は失敗を恐れないから、トライし続けるから。シーホース、シーホース、うるさい、気持ち悪い。だからベネチアはフランスだっつってんの。コトカとデートしてません。うるせえよ。おやすみ。行ってみるよ、行ってみるよ。頑張ります。バーガーありがとう。
ありがとう。メガホンありがとう。かっこいい、ありがとう。シルバー詐欺うるさいよ、どうせ買わないんだから。学がなくても成功してるじゃん。学がなくて成功してるんだったらそれでよくない？俺はそれでいいと思うよ。学歴関係なくね、世の中をいいサービスを提供した人間が勝ち上がっていける社会なんだから、そういった意味ではさ、俺の勝ちなんじゃないの。あーマジでやばいなこれ。やりたいこと全部できてるんだから。今日いくら稼いだ、出てんじゃねえか。花火3発も稼いでんだよ。30分で500円稼げんのかよ。じゃあ30分で500円稼げんのかよ。30分で500円稼げんのかよ、てめえら。花火3発で1500円だよ、90分で。なあ、30分で500円稼げんのかよ。時給800円だろ。お前ら1時間、お前1時間働いて800円しか稼げない。こっちは1時間働いて1000円稼いでんだよ。お前らどうせ800円だろ。はい、にわか。カラオケの店員の方が稼いでるは無理です。カラオケの店員は時給900円です。はい、世間知らず。はい、世間知らず。株式会社ワドをなめんなよ。しょうもねえな本当に。夜間は1000円超えるんだ。超えません。成田のドンキホーテの隣にあるカラオケ館は時給深夜で800円です。時給深夜で800円です。はい。ありえません。成田の平均相場は時給700円なんで。しょっちゅうね。最低時給は690円ぐらいです。法律も分かってねえわ。680円とか690円です、最低時給は。勉強してから言ってください。勉強しよう、もっと。社会勉強が足りない。最低時給っていうのは地域のエリアで決まってません。国で決まってるんです。国で決まってるの、一律です。ハローワーク行ったら出てます。社会に出ろよ本当に。はい、にわか。都道府県ごとに最低時給設定されてますよ、にわか。本当に国が決めるの、最低時給っていうのは。国が決めるの。もうやめよ。バカすぎるわ、ほんと。会話にならねえ。バカすぎる。ほらよ。あら。ありがとう。おい。今たった今この瞬間に時給が跳ね上がったんだけど、どう思う？アンチども。おい、時給800円ども。
時給800円のリスナーよ。おい、深夜割増で時給800円で悔しいんだろ。わーおー、花火2つありがとう、クール。見ろよ、時給1500円だよ。なあ、成田のキャバ嬢ぐらい稼いでるぞ今。成田のキャバ嬢だよ今、時給1500円だよ。時給1500円、成田の平均キャバ嬢と同じ額稼いでるよ。なあ、すごいだろ。ありがとう。なあ、成田の駅前のキャバ嬢これくらい稼いでるから、8時間やったらとんでもないことになるよ本当に。大したことない？ありがとう、大花火ありがとう。ああ、成田の今、成田のソープ場ぐらい稼いでるわ。成田のソープ場やばいよ本当に。どんどん跳ね上がってるよ、どん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 。ねえ、ストップ高、ストップ高です、ストップ高。大変な経済効果です、ありがとうございます。いや、アンチがバカすぎて花火師さんが呆れてんだよ。アンチがバカすぎて、アンチがバカすぎても呆れてるの、わかる？いや、もう成田超えるよ。船橋に行こう、船橋に。成田を超えよ、そろそろ。これ以上稼いじゃったら船橋に行くよ、船橋。船橋からは早いぞ、船橋からは。船橋もう東京目の前だから。いや、もう成田、足、もうそろそろ成田から出ようかなっていう時給でしょ、これは。成田に収まる器じゃねえなって。俺時給600円で働けねえわってなるでしょ。都心じゃないよ。うん。まあ、千葉県で上から3番目の都市成田だね。千葉県の中で上から3番目の都市って言われてる成田だから今。成田は田舎じゃないです。成田は田舎じゃありません。成田行ったことないでしょ、超都会だから。成田は田舎じゃないです。成田に行ったことがないからそういうことを言えんの。行ってみろよ成田の駅前、バカが。成田行ったことあんのかよ、じゃあ。成田行ったことあんのかよ、じゃあ。バカ、ありがとう。成田は田舎じゃありません、バーカ。お前さ、じゃあさ、イオンショッピングモールセンター行ったことあんの？イオンショッピングモールセンターどんだけでかいか知ってんの？まあ、正直言ったらララポートには勝てないよ。正直ララポートの次だかんね、イオンショッピングモールセンター。ボンベルタもあるから、ボンベルタも。成田山はあるし、成田山はあるし、空港があるんだよ。バカすぎるでしょ本当に。工場が何個あると思ってんだよ、工場が。あ、津田沼とか、にわか、津田沼とか言ってるやつにわか。いや、成田何でもあるから本当。あ、違う、そういうイオンじゃないから。うちのイオンはそういうのじゃないから。店舗数が桁違い。あのね、六本木にしかないハードロックカフェ2店舗目成田だから。六本木わかる？ハードロック。あ、お前らじゃわかんないだろうな。お前らみたいなゴミみたいな生活してんだもん。お前らみたいなドリー中に住んでんのわかんないかもしんないけど、六本木にあるハードロックカフェ
ハードロックカフェ、おしゃれの極み。ハードロックカフェ第2店舗、成田だから。はい、はい、はい、都心に住んでみろとか、もう具体的に言えなくなってきたバカだから。ハードロックカフェあるから、ハードロックカフェ。イオンショッピングモールセンターの中にハードロックカフェあるから。エルメスはない。エルメスはない。成田にエルメスはない。いや、正直エルメスはないでしょう。じゃああんのかよ、お前が住んでる町にエルメス。ねえだろ。エルメスはねえだろ。エルメスはねえだろ。アディダスか。あんの？あんの？エルメス。いや、デートの時にハードロックカフェ行くから。ハードロックカフェ。エルメスあんの？嘘でしょ？エルメスあんの？地元にだよ。地元にだよ。幕張にはまああるかもしんないけど。いや、エルメス大好きだよ。エルメスのスカーフ欲しいよ。エルメスのスカーフ。今調べたらハードロックカフェ成田店閉店したよ。え？なんでだよ！ちょっと、え？え、ハードロックカフェ成田店閉店したの？嘘だろ？嘘だろ？閉店したの？マジかよ。本当に言ってる？まあ、確かに客全然入ってなかったかもな。マジかよ。一回だけ行って、彼女に一回だけ連れてったんだけど、ポケットに3000円しか入ってなくて、ジュースしか飲まなかった。700円のジュースしか飲めなくて、すげえ恥かいたんだよね。腹減ったねっつって、なんかあるねっつって、ハードロックカフェって書いてあるから、カフェだと思って入ったら、ステーキ3000円とか、ハンバーガー2000円とかして、とりあえず、ジュース2個頼んだね。こんなでっかいジュース出てきたよ。うん、ハードロックカフェ高いから。うん、ハードロックカフェよ。ドルチェ&ガッパーナ着てるやつは田舎もんでしょ。うん、ドルチェ&ガッパーナとかに、おら見ろ、ジャスコ懐かしいね。花火ありがとう。駅前のジャスコは潰れちゃったね。ダイエーでしょ。あれ良かったんだけどな、なんかバブルの頃な。懐かしいな、ジャスコ。だいぶ前でしょ、もう20年25年前ぐらいだよね。おい見ろよ、今時給いくらだよ。おい、さっきまでよ底辺とか言ってたのよ。4580円、4ゴッパってことは割ったら2300円ですよ。2300円、2300円はどうよ。もうさすがに成功者として認めるでしょ。もう認めるでしょ。もう、成田で2800円時給稼いでるやついないよ、正直。成田で2800円稼いでるのは、サウンドハウスの社長だけです。成田で2800円時給取ってるのは、サウンドハウスの社長です。はい。成田にはサウンドハウスがあるから。サウンドハウスが。成田にはサウンドハウスがあるから。まだまだ出るよ、成田。わかる？成田のキッズたちの憧れだから。成田のキッズたちの。うん。勉強家だし成功者、成功者だよ。さっき見せたじゃねえかよ。何回言えやわかんだよ。なあ。何回言えやわかんだよ、おい。勉強してんだよ、こっちは。なあ。お前らと違うんだよ。社会に出てから牙を解かなくなったお前らとは違うんだよ。なあ。こっちはよ、牙を磨いていってんだよ、牙を。わかる？てめえらみたいに学歴中じゃねえんだよ。ああ。
サウンドハウスのちなみに面接落ちたから俺。高校行けって言われたから、17歳の時。サウンドハウスで働かせてくれって言ったら社長に高校行けって怒られたから。うん。うん、いや、牙研いでるでしょ、牙。カリスマでしょ、カリスマ。成田のレペゼンだよ、成田のレペゼン。いや、社長直々の面接で怒られたもん、高校行けって。何やってんだって。KP。分かってねえなあマジで、うん、学歴批判、収入批判、寄り目批判、これはね、緑茶、水出しの緑茶、うん、水出しの緑茶。成功者は経済のこと考えてるから、経済的だから。すごく成田批判、レッテル貼り、そんなに羨ましいのかよ。仮想通貨持ってるに決まってんだろうがよ。今時仮想通貨持ってないやつなんかダメだよ。レペゼンも知らないの？仮想通貨持ってないとか終わってるから、ほんと。いや、だから、こうやって、ね、時給2800円稼げる男を、17歳の時見抜けなかったサウンドハウスの社長は愚かだったよ。こうやって1時間で、ね、2700円もいただける男になったんですよ。ついに。10年、15年という月日が経ち。わかる？わかる？ 50 years ago。50 years ago! いつもこんな感じの配信なんですか？ごめんね、今日荒れてるんだ、初見さん。ごめんね。だから、最低時給は680円か90円だろ？うん。仮想通貨いつなんぼですかって言ってみる。よくわかんねえわ。知らないよ。もう論破したいの？そんなに。無理だよ。コメントで俺のこと論破するのなんて無理。無理。あ、ごめん、落ち着く落ち着く。申し訳ない。ちょっと煽りが多いからイライラしちゃってさ。あー、見てくれてんの、ありがとね。ありがとう。落ち着くわ。ちょっと冷静になろ。一回冷静になろ。うん。冷静になろ。いや、アンチね、イライラするでしょ、こんなバカにさ。学歴はなんだって、学歴批判されてさ、偏差値42だって。俺の方が高学歴じゃん。推薦入学だよ、こっちは。じゃあ時給はお前の方が負けてんじゃないか。時給今成田の駅前のキャバ嬢クラスだよね。何それ、イライラするでしょ。結果を出し続けてるんだから。今度はのんちゃん批判？のりこめちゃめちゃ可愛いだろうがよ。彼女いんのかよ、じゃあ。仮想通貨をいつなんぼで買いましたか？いつだったかな？ 170 万の時1万円買ったかな、うん、あー、部屋片さないとね、ちょっとね。
違うんだよ、やりたいことがあるんだよ、やりたいことがあるんだよ。俺には家を良くしようとか自分の飯を良くしようとかそういうことじゃないんだよ。俺はシルバーアクセサリーに人生救われたから、俺はだからシルバーアクセサリーで人生救う側になりたい、俺はね。うん。部屋狭いよ、部屋狭いよ、部屋狭いけど漫画喫茶のフラットシートで俺は3ヶ月間悔しい思いをしたんだよ。ああ、ご無沙汰、ゆらちゃん元気？貧乏でいいじゃないか。貧乏の何が悪いんだよ、貧乏の何が悪いんだよ、貧乏の何が悪い、なんだ貧乏批判って。貧乏の何が悪いんだ、迷惑かけたのか、迷惑かけたのかよ、俺が貧乏なことでリスナーさんに。かけてねえだろ、やめてくれよ本当に。いや怒るよ、なんで貧乏って言われないといけないんだよ。貧乏でも一生懸命生きてんだよ。生ポに戻る気はねえな、もう。生ポはな、今はもう立て直せる段階、国から与えられたから、もう戻る気はねえな。不正受給なんかしてねえよ、バカ。うん。のりこだけは解放してやってくれって、俺と一緒にいて幸せなんだからいいじゃねえかよ、のんちゃんと俺は。ねえ、のんちゃん。幸せだよね。うん。幸せだっつってんだよ、俺の隣にいんのが幸せなんだから。ありがとう、成田を超える男だよ、ありがとう、花火ありがとう。ほら見ろよ、2時間経過でいくら稼いだよ。津田沼に来たぞ、津田沼に、おい津田沼にやってきたぞ、みんな津田沼に来たよ、津田沼に。成田を出たよ今の花火で。なんでったって津田沼に出ないと時給3000円にはなれないから。成田のキャバ嬢と津田沼のキャバ嬢では運転の差があるんだよ。ありがとう、ありがとう。津田沼の中堅キャバ嬢になったよ今。津田沼の中堅キャバ嬢、キャリア3年のベテランの中堅津田沼キャバ嬢になったよ。あー、上野まで登りてえなー。あー、上野まで登りてえ、本当に上野まで今日中に登り詰めてえな。亀戸なんか経由しねえよバカ野郎。なんで亀戸に経由すんだよ。上野に行かせろよ、成田エクスプレスで。スカイライナー乗ろうぜ。なんで亀戸で止まるんだよ。なんで亀戸で止まるんだよ。風船ありがとう。亀戸は時給下がるだろう。なんなら上野で終わりにしようぜ。新宿はちょっと敷居が高いから、上野で今日は終わり。上野に来て、上野に。今、津田沼ね。パルコの前のキャバクラ。上野行きてえな。北千住？北千住止まりって上野より越してるじゃん。それ乗り過ごしてるでしょ、北千住って。地形が分かってねえな。いや、いいよ。いいよ。ディズニーのガラス職人ほんといいよね。乗り過ごしてるでしょ北千住は。上野から北千住乗り越しちゃってるよ。そう、今だから違うの、俺の収入がどこレベルなのかって。さっきまでは成田のカラオケ店員、成田のカラオケ店員ぐらいしか稼げなかったのが、成田の駅前のキャバ嬢になってね、成田の駅前のセクキャバ嬢になって、ついに津田沼のキャバ嬢まで来たの俺の時給は。俺は今津田沼の中堅キャバ嬢クラスだから。津田沼の中堅キャバ嬢まで来てるの。俺は今上野に行きたい。上野はいいぞ、上野はいいぞ。上野はもう千葉県民の誇りだから。上野でキャバクラやってたっつったらもう千葉で食いっぱぐれることねえから、正直。いやマジでマジで、上野でキャバ嬢やってましたっつったら千葉で食いっぱぐれる方が全然ねえ。うん、ほら、成田は時給600円ですからって書いてあんじゃねえか。この人分かってる人だよ。
上野はレベル高いね。千葉県民からするとやっぱ上野に住んでるとか、上野って聞いたらちょっとビビるね、やっぱりね。同級生の中でも格がすごいの。やっぱ同窓会とかで、どこ住んでるの、職場どこっつって上野って言うとやっぱりビビるよね。同級生からひがまれる、正直。上野は成田っていう街の中ではもう最上級ランクだから。最上級ランク、上野は。上野シティ。勝ち組じゃんってなるから。三鷹は乗り過ごしすぎでしょ、それ。成田から三鷹に行くのは乗り換えないといけないから。それマジ田舎もんすぎるだろ。中学生の初めての電車みたいな乗り間違いだから。何中央線乗っちゃってんだよ、上野で。間違いすぎだろ、うん。上野で乗り換え間違えてんだ。いや、上野はマジですごいよ。上野で、上野って聞いたらもう成田市民全員ビビっから。勝てねえってなるから。勝てねえって。器がちげえみたいな。うん。うん、上野シティだよ、上野シティ。いや、千葉変わり者多くねえから。小倉優子、バンプオブチキン、あと誰がいる？ヨシキ、バンプオブチキン、小倉優子、ヨシキ、バンプオブチキン、ヨシキ、バンプオブチキン、小倉優子、ヨシキ。ヨシキはニューヨークまで行っちゃったかんな。ヨシキはニューヨークまで上り詰めたから。ニューヨークまで上り詰めたから。マジで。コリン星は成田じゃない。え、ユーコリンってどこだったっけ、千葉の。成田ではないよ。成田はカメレオンの作者と、あの、漫画カメレオンの作者と、あと、あれがいる。あの、なんだっけ、雄一郎だっけ、なんだっけ。あの、石原雄太郎の真似、え？裕次郎の真似する人なんだっけ、なんだっけあれ、なんだっけ、石原モノマネの人がいる、成田は。その2人、成田は。マツコデラックスもか、石原裕太郎か、うん。花火着々と積み上げてんだろ。今花火何発だよ。花火11発じゃねえかよ。あと1000回だよ、あと1000回。いや、成田は本当にレベル高えから。のんちゃん譲りません。ごめんなさい。ジャガーさんも千葉だっけ？いや、多いよ。うん。俺はハリウッドっつうか、そうだな、最終的な話だよ。最終的には、そうだな。本当に、最終的にはどこかな。最終的には成田に帰ってくんのかな。なんだかんだ。だって成田ってどれくらいの影響力あるかっていうと、富里のやつ、富里に住んでる田舎も、富里に住んでる田舎ももうどこ住んでんのって、成田、ナーボー、ナーボーに聞いてみろ今度、どこ住んでんのって。あいつ富里のくせによ、富里のくせに、あ、俺成田だよ、八街に住んでるやつ成田だよだろ。成田ビッグシティだから、あの辺牛耳ってるから、マジで。富里のやつも成田って言うし、八街も成田って言うよ。本当に。花火持ってきたのありがとう。行こうぜ。上野行こうぜ。上野行こうぜ。今、津田沼のキャバ嬢だから。いや、俺は成田だ。成田に帰るかもしんない。成田にビル建ててやろうと思ってる。和道ビルディング。やっぱり成田に爪痕残さねえといけねえから、最終的には成田の駅前に和道ビルディング建ててやろうぜ。6階建て、6階建てのビル駅前に建てたら一番高いタワーだから。そう思わねえ、和道ビルディングを駅前に建てようぜ。和道ビルディングをなあ、今津田沼のキャバ嬢レベルの稼ぎだから。津田沼のキャバ嬢、いや、もう成田に爪痕残すから。爪痕。成田の駅前。一階はワタミだから。一階はワタミ。なんでかわかる？
やっぱビルディングの経営的にはやっぱり上場企業が入ってるんだっていうので安心感が絶大だから。2回目エステサロン、まつげエクステ、まつげエクステ、駅前のキャバ嬢が通うまつげエクステですよ。1回ワタミ、2回まつげエクステ、これでもう大体安泰。わかる？これが経営者の脳みそだよ。経営者ありがとう、花火ありがとう。わかる？わかる？これさえやっときゃ2階にまつげエクステと1階にワタミ入れときゃもう大体うまくいくから。あとはもう、あとはなんだろう、あとはもう好きな店やればいい。ネイルサロンも入れてもいいかもね。うん、いや、まつげエクステめっちゃ儲かるから。で、まつげエクステのね、店員さんが、ちょっと、やっぱ開く業務が、店が開く時間はラインストーンやるから、俺。わかる？ラインストーン。今流行りの。スマホにラインストーン貼らせるから、スタッフさんに。もう経営にも口出すから。あ、もういい、もういい、もういい。まつげエクステ屋さん俺が経営する。2階は俺の店入れよ。で、ラインストーン屋さん。成田でラインストーンめちゃめちゃ流行ってるから。ああ。いや、ラインストーンをスマホにやるとかはもう成田のやつ大好きだから。大好きなの、成田のやつは。大体キラキラさせたら勝ちだから。成田のやつは。特殊な街だから、ちょっと。流行が大体東京の7年遅れてくるって言われてるから。大体東京で、7年前に流行ったことは、成田で7年後流行るから。うん。だから7年前に流行ったやつを持ってきゃいいんだよ。ああ。そう。そういう街だから。今だから多分ね、成田で聴かれてる音楽、多分倖田來未が流行ってると思うよ。成田のバーとかに行ってごらん。成田のバー行ってごらん。倖田來未流れてるから。エグザイルと。ナイキの倉庫もあるよ。ナイキの倉庫もある。だいたい倖田來未流れてる。もう倖田來未流しときゃだいたいいいから。騎士団とかそう。騎士団、倖田來未、エグザイルあたり流しときゃだいたいうまくいくから。全然参考になんない。かっこいいだろ。やっぱ地元感っていうのを大事にしないとね。地元感。ナイキの倉庫はね、ナイキの倉庫で働くとナイキのパスがもらえるの。で、月に1回安く買えるの、ナイキを。だからね、成田でナイキのカード持ってるやつは友達多いの。ナイキ買いたいんだけど、っつったら、もう殿様だから。そう、ナイキの工場で働いてるやつは月に1回ナイキをすごい半額ぐらいとか買えるんだよ。ナイキカード持ってるやつはね、友達に欲しいの。毎日は入らない、のんちゃんは。大阪で今度ビル、買うビルのプロデュースしてみるか。いや、もう俺には責任が重い。正直怖い。うん、正直無理だわ。ごめんな。ありがとう。そういうビッグビジネスは正直怖い。そういうビッグなのは、俺は手出さない。めっちゃ怒られると思う、多分。229号さんが、とんでもなくうんこちびるぐらい怒ると思うね。うん。だから、お断りする。うん。やめとく。そういうビッグビジネスはやるなって母ちゃんが言ってたから。ビッグビ、怖い。正直怖い。うん。正直怖い。成田のビルだったら対応できるけど、成田のビルはなんだかんだどうにかする自信があるけど、正直大阪クラスは怖いね。うん、大阪は怖え、うん。マジで別の国だと思ってるから大阪は、うん。大阪はやばいでしょ。大阪はなんだかんだもう言語が違うし、飯はうまいし、ノリが違うし、やっぱりね、成田のルールが通用しない。千葉県のルールは大阪では絶対通用しない。俺は自信がある。無理、うん、大阪民国はやっぱり第二の、日本第二の大都市だから、
だからニューヨークとカリフォルニアみたいな感じでしょ、アメリカだったら。ニューヨークかカリフォルニアかって話だから。あ、やらないね。リスクはやっぱ取れないね。風船ありがとう。いや俺には無理だ。まだ早い、まだ早い。まだ大阪のビルの管理はまだ早いね。俺がキャパシティとして管理できるビルは6階建てって決めてるから、身の丈を超えないから。身の丈を、6階建てのビルならなんとかなると思ってるから。え、何言ってんの。関東に住んでたら、関東に住んでたら千葉県イコール成田だよ、正直。東京の人も。花火2つありがとう。船橋見えてきたな。船橋が見えてきたな。津田沼から船橋に行ったらもう逆に都会人みたいな、見えてきたな。ありがとう、おやすみ。船橋まであと少しだ。そうだよ、ディズニーランドもあるんだよ。3階のビルはね、正直まあないな、俺からすると。うん、気をつけるよ、ありがとう。稼ぐね、早かったな。成田から津田沼まで駆け抜けてきたね。特急に乗ってきたね。特急に、津田沼から成田まで特急で30分かかるから、わかる？30分、この距離感。だから8マイルだよ、8マイル。エミネムですよ、エミネム。成田のエミネムだよ。マジかよって。そうなんだよね、通常枠より花火飛ぶんだよね、きつい枠。なんでか知んねえけど。いや、8マイルって8マイルでしょ。成田と津田沼には大きな壁があるんだよ。そうですね、もっと成長したら声かけてください。ただただネイルサロンは外れはないと思ってる俺は。ネイルサロンやらせたら外れはねえっていう、ネイルサロンに入れとけばね大丈夫。まあ大阪か、大阪だったら何入れるかな。俺だったらだよ、もうコペルニクス的展開だけど、もし今の俺だったら多分ね、キャンドゥか、あ、いやセリアだな。1階にセリア入れるね。1階にセリア入れるね。おってなったよ今、経営者たち、ビルの経営者たち、おって。分かってんじゃんワードって。絶対なってるから、絶対なってる。セリアだろ、セリアだろ。そう、セリア入れときゃなんとかなる。100均を侮ったらダメだよ、100均侮ったらダメだよ。でも俺だったら1階には入れないね。なんて言ったってセリアは6階に入れるの。なんでかわかる？セリアを6階に入れる理由わかる？セリアは6階に入れます僕は。いやセリアはね、ほんと人気が半端じゃないから。1階はね、ドクターマーチン入れよう。大阪の人大体ドクターマーチン履いてたらおしゃれみたいな感じだろ。そう、大阪は多分ね、大体ドクターマーチン履いてたら超おしゃれって感じだと思うから、俺の雰囲気だと。だからドクターマーチン入れよ、1階には。で6階にセリア入れろ。あ、もう完璧な、完璧な、完璧。なんで6階にセリアを入れるかっていうと、お客様を上に上げるんだよ。そう、わかる？店内をぐるぐるさせる。セリアに行く客をに宣伝をさせるために。そう、セリアに行く客は買い物用事が100均なの、明確。だから宣伝効果を高めておく。で6階に行く集会をつける。だからあの100均とかって意外と高層階に入れてるところ多いでしょ。100均は高層階に入れるのが今セオリーだから、今は携帯修理ショップの展開しようと思ってんだが、お前やってみるか。無理だね、無理。3ヶ月後引っ叩かれる自信がある。うんこちびるぐらい馬乗りになって、229号さんに馬乗りになってボコボコにされる自信があるね。無理、
携帯ショップは無理。何階建て？一応俺の今の想定では6階建てだね。6階建て。6階建てだね。そう。間に入れる店を考えないといけない。そう。間に入れる。そう。何ならできるの？何もできないよ。うん。何もできないよ。何もできない。うん。そう。何もできませんよ。大体言ってたもん。成田の携帯ショップは大体ラインストーンつけとけ喜ぶから、うん、直した時にラインストーン何個かつけとけ大体喜ぶから、うん、そう、俺は分かってるから。なんか画面直しておきましたよって言って確認してくださいで、ここにラインストーン1個ついてるだけでテンション上がるから、いえー、ってなるから、かわいいってなるから成田のやつはここにあとホームボタンにもラインストーン1個この辺つけとけばいいんだよ。そう、キティちゃんのラインストーンつけとけばもう、そう、もう鉄板だから、うん、知らなかったでしょ。成田だったらな、成田だったらうまくいってる自信あんのに。キティちゃんめっちゃ人気だから、キティちゃん、キティちゃんのサンダル履いてる女子めちゃめちゃ多いからね。知らなかったでしょ。だいたいキティちゃんサンダル売っときゃなんとかなるんだ。いや、舐めてないよ。流行の先取りだから。あ、ゾゾタウンも成田だかんね。あ、成田じゃない。幕張だよ。そう。知ってたみんな。ゾゾタウンって、あれだよ。本社幕張だよ。幕張に倉庫あるんだよ。幕張に。だから千葉県って経営者結構優秀なの知ってた？千葉県経営者結構優秀なんだよ。うん。いや、俺は、ごめん。表参道ってもう決めてるから。シルバーアクセサリー和道は、ごめん、表参道、アップルの、あ、でもな、表参道、日本だったら表参道。で、俺は、やっぱニューヨークの、2番街の、セブンイレブンの向かいの通りの角に狙ってるけどね。うん、やっぱニューヨーカーにつけてもらいたいから、2番街の、35番ストリートのセブンイレブンの向かいの店は狙ってるよ。うん。社長の家緑台なんだ。知らなかった。有名な餃子？餃子はあれじゃないの？成田なくない？うん。千葉県ないの。ニューヨーカーに響く感じで狙ってるから。ニューヨーカー。うん。やっぱりトレンドリーダーを意識していかないとね。トレンドリーダーを。有名な餃子なんかあったっけ、成田に。餃子ってあれじゃないの？餃子ってあれ、栃木とかじゃなかったっけ？へぇー。サイゼリヤの社長、元八幡なんだ。めちゃめちゃ優秀だよね、サイゼリヤ展開したの。すげえ優秀だよね、サイゼリアって、うん、すごいよね。ホワイト餃子マジで今そんなん売り出してんの？千葉って、千葉すごいよ。千葉は意外とやるよ。で、ごめんね、大阪の人、実は日本第二の都市って大阪じゃないの知ってたすげえへこむ話していい？あのね、GDP 別で見てみるとね、大阪って実はそんななんだよ。実は神奈川なんだよ、日本第二の都市ってこれみんな知ってた？人口とか GDP とか計算すると大阪ってね、5位とかじゃなかったかな。県別 GDP で見たかな。
茂原とかいすみ市なんてもう成田だよあんなのは。ねえ、天津飯の隣にいるやつ、チャオズ。そうなんだよ、実は大阪はね神奈川に勝ててないんだよ。そう、人口も横浜の方が多い。松本清も何松戸なの、あ、そうなんだ。ホワイト餃子は知らなかったわ。最近のなんかご当地の流行りもんなのかな。神奈川でけえかんな。もう横浜っ子とか言い出すかんなあいつら。知ってる？横浜って毎日パーティーしてんだよあいつら。横浜のやつら毎日クラブに行って、昼間はサーフィンかスケボーやってんだよ。わかる？で、日曜日のたんびにバーベキューやるんだよ。わかる？それくらいおしゃれだから横浜は。浜っ子は、浜っ子には勝てないよ。わかる？浜っ子には勝てないよ。なんだろうね、横浜の地元意識の強さ、すごいよね。浜っ子、浜っ子はイケイケだから。浜っ子は、いや本当だよ、本当だよ。スケボーやってスノボやってもうクラブで飲んで、うん、いやもう超おしゃれだから、超おしゃれ。いやー、やっぱ横浜のノリかな。川崎はどちらかっていうとほらなんか東京感出してるな。俺らは東京寄りみたいな。やっぱ横浜のかっこよさは異常だよ。パリピだよ、パリピ、パーリーピーポーだから。そう、何でも発祥の地だから。横浜には喧嘩売ったらダメだよ。横浜には勝てないから。合コンやってごらん、成田ですって言えないから。わかる？えーって、地元どこなんですかって言ったら、俺横浜って言われたら、もう何にも言えないもう。和道さんどこなんですかって言ったら、あ、千葉ですって言うから。成田ですって言わないから。千葉ですって。あ、そうなんですかって、うん。そう、横浜には絶対勝てない。横浜にだけは喧嘩打っちゃダメなんだ。富里のスイカは世界で一番うめえから。富里のスイカ食ったことある？マジで、これ冗談じゃなくて、俺東京に来てスイカ食ってびっくりしたの。まずくて。俺もうずーっと富里のスイカ食ってたから。マジで、あの夏、富里のスイカ絶対食べて。俺が言ってる意味わかるから。うまいよね、うまいよね。もうね、甘みが、糖度が高いのもそうなんだけど、繊維質でシャキシャキしてんの。本当に本当に。シャキシャキなんだよ。本当にうまいの、富里のスイカ。八街はスイカも作ってるんだろうけど、やっぱ富里だね。うん。いや、あのね、本当に本当に本当に。いや、聞いてごらん、この食べたことあるっていう人に。本当にうまいから、2245さんが食べたことあるから。本当に富里の世界トップなんだよ。マジだよね。これね、本当に食えなくなるよ。富里のスイカマジでスイカの域超えてるから。俺、あれがスイカだと思って子供の頃から食ってたから、びっくりしたんだよ、本当に。でも本当に頼んでみて。これ本当に世界で一番うまいから。地方のスイカ、要はいろんなところの集まってくるけど、どれ食べても美味しくないの。俺の知ってるスイカじゃないのよ。本当に美味しいよ。マジでマジで。え、リスナーに送れ。だって俺今新宿にいるんだよ。俺新宿にいるのになんでみんなにリス、俺が富里に住んでたらわかるよ。いや、ナーボーに言えよ。ナーボーの友達に絶対富里のスイカ農家いるから。マジで。え、夏場じゃ富里に車で買いに行く？スイカ。すげえうまいよ。富里のスイカマジでびっくりする。あれがスイカだから本来の。ねえ、麦芽プリンじゃない、麦芽ゼリーね。麦芽ゼリーはでも思い出補正だからな。
富里おスイカはリアルにうまいやつだから。爆破ゼリーは思い出補正。酒筒じゃないシラフだよ今。買ってみて買ってみて。もう本当にあれしか食べられないって。だからね、松本慎介で取り上げてほしかったぐらいだもん。松本慎介だったら慎介さん絶賛してたと思うよ。うん、ステーキ美味しかったよ。いやでもね、ちょっとリスナーさんには何玉かちょっと食べてもらいたいね。企画をやりたい。あ、でもね、リスナーさんにじゃなくて、じゃあ、わかった。じゃあ約束するわ。じゃあ、こんなのどう？リスナーさんに送るだと、ちょっと不公平が出るから、スイカを3玉ぐらい買ってきて、キャスバーでオフ会やらない？キャスバーにその日来てくれた人は和道がスイカを振る舞うっていうのどう？キャスバーオフ会。これどう？都内の人が集まって、え、やだ？なんで？これだったらさ、店に来た人とそのスイカがいかにうまいかとね、え、それ素敵だよね。それやろうよ。それキャスバーでスイカオフ会、俺がその来た人にスイカを振る舞ってもらう、店側から。やらない？リスナー全員にスイカなんかプレゼントしたら破産するもん。俺200人いんだよ今。キャスバーがやだか。いや、スイカ高くないよ、富里のスイカ。成田から新宿めちゃめちゃ遠いかんね。キャスバーやだ。だってキャスバー以外でそんな企画できるところないよねえ。ないよね。いや、破産するだろ。富里のスイカ安いよ。あ、北海道か。北海道の人はネットで頼んでよ、さすがに。それはさすがにネットで注文したら売ってるから、富里のスイカ。うん。でしょ？スイカバーがある。知り合いじゃないと無理でしょ。うん、頑張ります。ありがとう。いや、道民ディスってねえだろ。スイカマラソン懐かしいね、一号さん。俺の家にリスナーなんか入れるわけねえだろうがよ。どんだけ狭いと。キッチンが見えてるんだよ、そこに。玄関だよ、ここ。そこが玄関だよ。玄関からキッチンまでの距離感考えろよ。な。玄関からキッチンまで何歩で行けると思ってんだよ。まあでもね、北海道はもう勝てないよ。食い物がうますぎるもん。スイカ割り、スイカ普通に食うだけでうまいよ。カブトムシの気持ちになれるもん。カブトムシの気持ちになれる。部屋何部屋あるん？だからユニットバスがあるから2部屋だよ。こことユニットバスがあるから2部屋だよ。メガホンありがとう。アイテムありがとう。いや、無理無理無理。無理無理。俺の部屋の狭さを知らない。絶対買って、富里。マジで人生変わるから。これがスイカかっていう感じになる。本当に人生変わる。アイテムありがとう。6.5 畳かな。最強のご飯のお供か。すげえいい質問だな。すげえいい質問だな。俺はもう本当に変な話なんだけど、俺ね、コスパを考えた時に味噌だね。味噌。これ笑うと思うの？味噌なんだよ。あのね、味噌です。これね、分かる人は分かると思うんだけど、俺本当にいや味噌ってなるでしょ。あのね、これね、意外とやってないんだけど、ご飯の上にセブンイレブンの味噌汁の味噌買ってきて、ちょっとつけて食べてみて。あのね、人生変わるんだよ、本当に。要はね、味噌と米で生きてきたっていう DNA がよくわかるから、普通に味噌ですね。うん、めんつゆはない。メガホンありがとう。うまいんだよね。そう、コスパを考えても、やっぱ DNA 的に考えても、国っていうことを考えても味噌って答える。うん、だし味噌ね。だし味噌節約。そう、生活保護の時に
それでしのいでたことがあって、もうおかず買えないわって苦しんでた時に、リスナーが味噌を持ってきてくれたの。その人も貧乏なリスナーさんだったんだけど、ワド、これは魔法だからって言って、セブンイレブンで買ってきた味噌をポンって渡して、俺も貧乏だ、ワドも貧乏でおかず買えない3日間。これがあったら耐えられるって教えてくれたの。だからね、なんかね、もう、その乗り切った思い出補正で、味噌とご飯で3日間乗り切れたから、うん。いや、それ配信者なんだよ。ふわっちで配信やってるよ。ポチエムっていう配信者なんだけど、味噌を持ってきてくれたんだよ。ポチエムってやつね。競馬配信やってる。もう引退したらしいんだけど。うん、いや、悲しいだろう。泣けるエピソードだろう。泣けるだろう。だけど、これね、意外とやってないんだよ。本当に、普段の食卓に味噌をちょっとかけて、乗っけ、食べてみて、一口。本当に本当に。本当にやってみて。本当にやってみて。明日やって、意外な答えが返ってくるから。味噌、もう、セブンイレブンの味噌でも何でもいい、だし味噌で。ご飯にちょんと乗っけて食べてみて。いや、味噌汁とはまた違うんだよな。おかず的な。節約術？いやー、もうひたすら食費削ったりなんとかしてたけど苦しかったよ。いや、やってみてよ。あれって。いや、これ江戸時代の食べ方なの。江戸時代は味噌汁ってものがなくて、ご飯に味噌かけて食べてたの。やってみて、朝飯に。太りますよ。ただハマると太りますよ。塩分炭水化物なんで、もう最低限生きるためだけのエネルギー源 なんでね、合わなくないんだけど、意外な味がすんの。意外なうまさなの。これうまみたいな。お湯出ない場合は水風呂は無理だったから濡らして拭いてたね。江戸時代は普通の味噌なんじゃない、味噌おにぎり美味しいよね。だからほら、肉味噌とか流行ったじゃん、一時期。肉、入り肉をさ、味噌で和えるって。いや、だから貧乏、貧乏してみるもんだよな、本当に。江戸時代はなんだっけ、味噌を固めてたんだっけ。カルビ焼きうまいよね。うん。炊きたてのご飯でね。そう。あと、もう、これは、あのね、節約術じゃなくて今度サバイバル術になってくるんだけど、本当に食えなくなったら、あのね、ドッグフードかキャットフード、両方食ったことあるんだけど、キャットフードは食えるよ。もうね、最悪の最悪はキャット、猫になれ、うん、猫になろう。キャットフードはいける。これはね、もう節約術じゃない。いや、キャットフードは意外といけるから、ドッグフードは無理。キャットフードはうまいの。これ本当だから。これ本当だから。うん。これは本当。これはもうサバイバルの領域。いや、もうこれは生き残る、生きるか死ぬかってなってきたらね。いや、生きるか死ぬかだよ。カリカリのやつ。カリカリのやつじゃない。缶詰の方ね。うん。あ、まあね。ツナ缶買った方がうまいよね。あと、本当に切羽詰まった時、これ本当なんだけど、自販機に懐中電灯を夜照らすと、意外と落ちてる。意外と落ちてるから。懐中電灯とガムテープの長い棒を持って、まあ、2時間ぐらい、その、缶ジュースの下を探れば、タバコ代ぐらいにはなる。いや、本当に学生時代金がなくて、二人も喫煙者だったんだけど、後輩がいてタバコ吸いたいっすねってなって、で、そいつがもう賽銭泥やりましょうって言ったの。で、それは無理だよって。いや、カナブン捕まえて、紐つけて、賽銭やったら UFO キャッチャーいけますって言って、いや、もう倫理的にやめようってなって、それは人間じゃないと。それは人間のやることじゃないから、カナブンに紐をつけて、賽銭泥はやめようって。わかりました、つって。じゃあどうしますつったら、もう歩き回ろうと。で、100円拾おうって言ったら、本当に拾えるんだよ。うん、
まあ当時350円ぐらいだったかな。意外といけると思うよ。そう、小学生の気分に変えればなんとかなることがあるんだよ。そう、子供の頃の心を忘れなかったら。いや、それをする配信やってみる今度。いや配信、まあさすがに倫理的に今よくねえかんな。ガキだったからやってたけど。しけもく吸ったよ、吸ったよ。しけもくなんか吸ったに決まってるじゃん。いやー、いいじゃん、貧乏でもねえ。案外そう落ちてるんだよ。だから歩き回ってね、やったら、まあだったら働けよって話だよね。働いた方が金になんだから。しけもくっていうのはこういう吸い終わったタバコをしけてる煙と書いてしけもくなんだけど、こうやって指で直してね、こうやって指で直して、この吸い終わったタバコをこう直して、こうこれがしけもく、これ今これがしけもくなう。ルパン三世みたいな。ルパンとかね、昔のね漫画はよくこういうシーンあったんだけどね。風立ちぬにもこのシーンが出てくる。辛いんだよ、辛いし火の粉が飛ぶのよ。今飛んだでしょ。そう、爪楊枝刺すっていうのもあるの。ここに爪楊枝刺してこうやって吸うの。切ないでしょ。そう、ルパンのかっこよさっていうのは、ルパンはルパンに出てくるのはこうハードタイプじゃなくてソフトタイプのクシャクシャってなるやつをこう胸ポケットに入れてんのよ。だからタバコが折れ曲がってるの、クシャクシャって。でその折れ曲がったのをこうやってピーって直して、ルパンパキッと折って半分ルパンに渡して、2人でこうやってやって2人でつけんの。男の世界だよこれは。くしゃくしゃになったタバコをピーって伸ばしてポキって折ってルパンに渡して、次元とルパンがこうやって短いのを二人で。 BL でしょあれ。あれ元祖 BL だよね。こうやって二人でここにルパンと次元こうやって、あれはかっこいいよね。あとそのよくあるのが水に濡れたシーンで次元がこうずぶ濡れで出てきて、こうやってタバコ吸うんだけど、その水浸しだからピッて吸えんのタバコ。なんだしけてやがるって。そう、片方はフィルターなし。そう、片方はフィルターなし。そう、これは BL でしょ完全に。火つけ合うのはね、あ、そうそう、火あるかっつって、あーって今切れちったっつって、こうやって、いや BL でしょ、腐女子大歓喜でしょあれは。火種っていうのはこれのことなんだけど、これで向こうがくっつけて、でお互い吸うと火がつくのよ。そう、これはこういうのはもうタバコが廃れていくとなくなるんだろうな。タバコで付き合うとかやったな、火あるっつって、ないわっつって、学生時代の青春だよね。サラリーマンがやってたら気持ち悪いもんね。3歳の象の子供の皮、へえ、いい皮なんだ、知らなかったそれ。へえ、そうなんだ。コイルライターなんだ俺普通のようやく吸えるようになったな。でもメンソールがやっぱ好きだね。普通のタバコ吸えるようになったのは26ぐらいからかな。メンソールしか吸えなかったお子様だったから、まあ大人になったんだろうね。ジッポ、俺今でもジッポだよほら、ジッポ、付け方いろいろできるよ、楽
例えばこうやってやって拳銃みたいにすんの、こうやってで、こうやってあれできなくなってんな、ジッパー遊び、こうやってやってくるんって回してこうやってつけるとか、うん、こうやってこうやってこうやってやってこうやって、そういろんな技があんのよ。普通さこうやってつければいいじゃん。だけどそのなんかこうやってジッポ手元で遊ぶの、くるって回してこう、うん、ジッポはね、軍がアメリカ軍が採用してたからね。俺はねジッポのオイルの匂いあんま好きじゃないんだよね実は。マッチの匂いが好き、うん、あとねこうやって握ってもピンってこうやってこういうなんかいろんな技があるの、うまいよねアメスピ。練習するよ、練習するの。ここでこうやって挟んで持ってこうやって持ってこっち側でやろうか、こうやって持ってピンってこうやってひたすら練習、うんうん、でこっち側からやろうか、こうやって拳銃みたいに持って中指を引くの、 ここにフック、ここに手のひらのフックにして引っ掛けてこうやっていくよ、こうやってでくるって回してこうつける、うん、こういう遊びがあるの、うん、あれじゃん音だったらね多分有名なのはなんだっけ、キーンって鳴るやつでしょ、あれは下品だよ。デュポンデュポンデュポンは下品、俺2個持ってたけど下品だった。ライターが一番いいのカルティエだよ、カルティエのライターが俺は一番好き。カルティエのライターは超センスいいよ、高いけど。デュポンはねもうなんか成金みたいだっせ、本当にキーンってうるせえ。あのバーとかでデュポン禁止なんだよ、あの反響板って言って蓋の裏にバネが入ってて音がキーンってなるの、キーンって。でもカルティエのライターカキンっていうの、静かにカキンっていうの、重いの、うん、カルティエのライターいいよ、プレゼントに最高だよ愛煙家から。カルティエ持ってたらハイセンスだなと思う。意外とねカルティエライター強いんだよ、歴史も長いし。あとダンヒルも有名かな。カルティエはね、要はねキーンっていうのがダッサいの。要はキャバクラとかで要は俺金持ちだよってアピールしてる音なんだよあれって、キーンって。だからそのくどいっていうか、最初はかっこいいの、中二病的に、ふわーなんつうのデュポンだかっこいいってなるんだけど、くどくなってくんの。そうじゃなくてキンって、反響板入ってなくて鉄のキンって音がするの。カルティエは渋いよ、うん、スナックのママのマッチ行ったけどかっこいいじゃん。そうカルティエのライターはね、だいたい4万5000円から10万超えるぐらいまで、まあ、一番安いラインナップで4万とかじゃなかったかな。ドンキホーテとかでたまに2万とか3万とかで売ってるとか、高いよ、うん、いやだってカルティエの、それこそカルティエどころじゃない、デュポンなんか10万するもん、デュポンは10万するよ、うん、マッチはかっこいいね。お前ごときがして、おいやばいよ、津田沼で足が止まってるよ。上野に行くんじゃなかったのかよみんな、おい津田沼で終わるの今日、上野行こうぜ、上野、次船橋だから、船橋行きたくね、マジかよ。津田、気づいたら津田沼でずっと津田沼のキャバ嬢に満足してたわ、気づいたみんな、津田沼の時給でいいやって。憧れの上野に行こうぜ。どうしたよ、忘れてたよ、何津田沼感出してんだよ。津田沼のキャバ気づいちゃったよ、気づいたよ、津田沼にどっぷり使ってたよ今。津田沼に3、4年いなかった、津田沼に3、4年なんか満足してたわ、将来のこと考えてなかったわ、今しかねえだろ。バカありがとう、やっべえ、津田沼おっかねえマジで、ちょっと満足してた。上野に行こうぜ今日は、せめて船橋、せめて船橋に行かないと。
気づいたわ。危ねえ危ねえ。居心地良すぎるだろ津田沼。ほこりもたまる。そうだね、部屋も片さないとな、大掃除しないと。なかなか時間がな、時間がねえんだよ。あ、キツネの時、いやもう最近ずっとキツネだから、フォローして、うん、フォローして、あのツイッターと YouTube とふわちフォローしてください。ブロックもやめたんで、もうキツネでやってく。今度小岩は、小岩はな、小岩か微妙。小岩は船橋と時給トントンのくせに東京っていうだけで小岩にとどまってる。要はね、上野に行けなかったやつみたいな感じなんだよ俺の中で。小岩はわかる？小岩はね、上野に行けなかったやつだから、結局船橋と同ランクで、逆に小岩はね、なんか見え張ってる感じがしちゃうの、千葉県民からすると。小岩かよっていう。そう、船橋が無理して小岩かよみたいな、なんか似てるね。小岩はね、小岩はもうすっ飛ばして上野行きてえな。錦糸町は危ねえから、あのね、歌舞伎町よりも錦糸町危ねえから今。錦糸町は今やばいよ本当に。あそこ外国だよ、知ってる？最近の錦糸町本当に危ないよね。ぼったくりね、歌舞伎町とかいうレベルじゃないよ。本当に抗争が繰り広げられてるから、マジで気をつけないとやばいよ。気をつけて本当。ロシアンマフィアとかインド人とかすげえから、外国だから今。なんで錦糸町あんなことになったんだろう、昔から。危ないよね今、超多国籍だよマジで。錦糸町怖いもん。ねえ、昔からなんだ。こないだも発砲あったんだ。危ねえよな。いや本当に危ないよ。歌舞伎町を知ってて錦糸町危ないってみんな分かってるからね。外人の街は怖えよな、ほんと。ルールが違うからな。昔からなんだ。いや、だから、錦糸町で飲んでるとかいないもんね。危ねえぜ。錦糸町の丸い裏は戦場。やっぱ夜危ない。まあまあまあ、危険な匂いのする街は楽しいんだよ。危険な匂いの、する街はやっぱ楽しいんだよ。俺はね、あのゴールデン街とかが好きなの、新宿では。ああいう雰囲気が好きなんだよね。歌舞伎町は合わないよ。まあ普通にしてれば平和だろうけど、ほら田舎の人とか飲みに行っちゃって間違えたらもう絶対かぼられるじゃん。あとルールが違うから、詰められ方が半端じゃないから。錦糸町飲み屋だよ、飲み屋。ゴールデン街はいいっすね。なんか文化人が集まってて、あれは日本独特の感じだもんな。ゴールデン街はあれは守らないと いけない飲み屋街ですよね、ゴールデン街は。本当に、なんかなんであんなノスタルジックなものがまだ残ってるんだろうっていう、本当に不思議な街、新宿って。でも新宿区ってすごいよね。あの西新宿と歌舞伎町とさ、大久保とか高田の馬場とかさ、いろんな街の顔があるもんね。俺よく言われるんだよね、ゲイでしょうとか。ゲイにモテるんだよね、すごい。思い出横丁、思い出横丁そんなにノスタルジックではないかな。なんかちょっと違う、思い出横丁は。ションベン横丁でしょ。本当はションベン横丁、ションベン横丁って言ってたんだけど、さすがに国、みんなはションベン横丁って呼んでんの。あそこは立ちションする場所だっつって。だけど、あの、まあさ、新宿区がそんなこと言えないから、看板思い出横丁って言ったの。みんなションベン横丁って呼んでんだよ。新宿、実は俺は成田にいた頃、新宿が大嫌いな街だったの。怖くて怖くて、もう絶対こんなとこ住まないっていう。俺はね、あの、恵比寿とかね、中野とか、
下北とか高円寺とかああいう街に憧れてたの。あのサブカルの中野か高円寺か下北かとかそういう場所か、もしくは恵比寿とかさ、なんか治安の良さそうなところに住みたいなと思っちゃうんだけど、まさか自分が新宿住むとは思わなかったな。うん、久々に窓放送見たら面白くなってきた。一時クソだった、エンジンかかってきた。ああ、ありがとうね、フォローして。だからね、俺はね、サブカルっぽい、やっぱ中野とかね、引っ越したいね。孫子と仲悪いの？いや、俺は別に何も思ってないよ。俺は孫子に対して何も思ってないけど、すげえ誹謗中傷、ないことを言われたから、なんか不正受給の相談をされたとか、なんかやってないことですごいディスられたから、俺は別に何も思ってないよ、孫子に対して。何も思ってない。うん。だから別に普通になんか話す機会があったら話すし、なんかすげえディスられなんだよ。キツネはね、なんかすげえ好評なんだよな。コメントがめちゃめちゃ書きやすいんだって。だからずっとキツネでやってるんだけど、まあまあまあ、俺も楽しいし、コメントあった方が。いや、だから、孫子が別に普通に電話かかってきたりとか、なんか、ね、コンタクトあったら別に普通に対応するよ、俺は。うん、なんで、そのディスられたとか、なんかその不正受給の相談されたとか言われたかわかんないからさ、事実ではないから。うん、別に何も思ってねえよ。古い付き合いだしね。孫子はさ、俺のことをね、一番最初にバンになった時に、一番最初に助けてくれたのは実は孫子なの。昔違う名前でやってたんだけど、ビーンズ仮面って言って、お豆仮面っていう名前、ビーンズ仮面っていう名前ずっとやってて、入院のことをディスったからだろ。違うよ、入院のことをディスったからじゃないの。その前にディスられたからふざけんなっつったの、俺は。シルバーアクセサリーからの盛り返し。シルバーアクセサリーは最近ね、枠であんまりやってないようにしてるけど、今ね、金梅さんからオファーが来てるから、ちょっとね、今踏ん張りどころなんだよね。うん。いや、だって孫子はだってもともと古いもん。もう超初期のから見てくれてたんだもん。もう、だからそれこそ俺の歴史とコミュニティが500人ぐらいの頃からだよ。俺がコミュニティ500ぐらいの頃からずっと付き合いあるもん。だからそれこそ5年ぐらいの付き合いだよ、うん、ただまあ嘘を言われたら俺も気分良くねえからさ。配信を偽る不正受給？何？うん、知らない、病気のことは知らない、何も聞いてない、うん、知らん、うん、あ、俺も放送、彼の放送見てないからっていうかね、多分ね、彼俺のことブロックしてるんだと思う。だから俺は見れないんだよ、彼の放送。だから嫌いとかじゃなくて、その彼に聞いて。俺は彼の放送も見てないし、うん、見れないし、ブロックされてるから。うん、だから普通に好きにやっていいよ。好きな、漫画好き、漫画大好きだよ。影響された漫画、いや、漫画だけに影響され続けてるよ。漫画ね、所有数5分の1になっちゃったんだけど、これくらいあるかんね。俺のバックボーンには漫画があるから。なんだろう。漫画。やっぱ古谷実先生は俺は大好きだね。古谷実先生は本当に大好き。孫子テレビ出てたの知らない。うん。うん。いや、違う、彼女じゃないよ。うん。違う。のんっていうのは、のんちゃんって、俺の彼女は別のサムネ。別の人また。いや、実は天井に突っ張り棒してあるタイプだから、黒いさ、天井に黒いやつで突っかえてるのわかる？だから、地震が来ても逆に倒れないの。逆に安全なの、これ。棚が倒れてくることは絶対ないよ。あの、突っ張り棒の地震の耐久してあるような感じの作りだから。あの、後ろの方のポールがさ、天井に突っかかってるでしょ。逆。本は落ちてくるね。本は落ちてくるね、正直。うん、じゃあ楽しかったよ、みんな。そろそろ寝るわ。お疲れ様、みんな。たくさんアイテムありがとね。今日は津田沼で終わりです。お疲れい。津田沼まででした。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。